ましょう。はい。はい。はい。いただきます。なんて言うんだろう、まあ自分の手にも今合わん、ちょっと大きいキャベツじゃっけ。うちの親なんかは多分最初屋台でここ8って見えるけ、この屋台で言ったらもうしゃも30年代だと思うよ。おじいさんから次男が引き継いでちいちゃんって、創業はこのおじいさん村長、銅像があるはず、お好み村に。ここ50度以上になるけね、こん中夏は。今の方がもっと暑くて命に関わるけど、私は去年ほんとそういう毎日点滴打ちに行って、跡取り問題じゃないけどそれも聞かれることがもうすごい多くなったけ、あ、やっぱ年取ってきたんだなっていう。そうですね。おはようございます。はい、おはようございます。今日もすいません。はい、はい。じゃあ、いつものように。はい、はい。はい。ちょっと一回使った。
人とも言わなくて、それでできるって、できるパッカーって言われて、それやることは悪いと思うんだ。悪いと思うよ。そうですか、わかりました。おいしい、おいしい。この人すごいですね。
足りなかったらご作ってたらくらいかけて使ってください。はい、いや美味しいですよ。 Google で検索したのと、あの地元の方が、まあ、こちらが美味しいって話を聞いてましたので、いつか来たいなと思った、
ありがとうございます。